なんだよ。先生、休憩ですか？奇遇です。休憩だよ。うん、今日は風が吹いて、いい風が吹いてるからさ、クーラーよりもいいかなって思ってさ。そうです。ちょっと、私もいる。あ、ごめんね。スカートが見えちゃうぜ。キャーじゃねえよ。ぬお。突然舞い上がるような強い風が吹き込んできた。目の前にいた椎名さんたちは必死にスカートを抑えるが、すでに遅く、まあ目の前にいるしな、俺は見てはいけないものであろう、ピンクの色を見てしまった。にゃーん、スカートがピンクなのか。ちょっと何をこん、ムフはねえわ。あ、もしかしていやー、見えてないですよ。いや、全然何も。でも、確か、ヌオって声がしたけど。え、いや、気のせいじゃないか。あですか。本当だって、全然見えてないか。ピンクなんて。わっ。やっぱり見たんじゃな。やはり先生がそんな人だったなんて。行こう、チカちゃん。主人公ゆえ、ありがとうございます。あ、うん、アイシのことは私がなだめて。それじゃ、先生。ああ、俺はなんて余計なことを。ピンクはダメだよな。ありがとうございますって言っとかないとね、ちゃんと。え、なんだい先生。私は椎名さんの先生だよ。痛い。あ、やばい、怒られる。授業中です。あ、すいません。後でちょっと出して。ごめんなさい。あ、ごめん、ありがとう。仕事中に寝るのはちょっとダメだろ、さすがに。まあ、俺も高校の時は、ね。おっと、いかん、そろそろ出かけないとな。みゆき、ちょっと出てくるぞ、うい。最近、公園あたりで変な人が出て。バーカ、俺のわけねえだろ。どうだかな。まあ、いつものところに行くんだけどさ。もう、彼氏、彼女じゃん。あれ、いつ。あれもう携帯の番号くらい聞いておけばよかった。あ、これ出たのいつぐらいだ。プレステの多分初期中盤あたりやけ、そんなに古くはね。2001年だってさ。携帯電話まだもうあったんか、その時に。あるか。2001年ってことは17年前やけ、あったんだ。ギリギリあるかないかぐらいか。うろうろしていたら、それこそみゆきが言っていた変人だしな。お、来た。あれ、椎名さんじゃないか。椎名さん、こんばんは。会えてよかったよ。今日は露店お休みだったんだ。はい、今日はそっか。いや、駅前へ行ったら見かけなかったから。どうしたのかなと思って。ごめんなさい、昼間の。え、そうだね、こっちも確認しとけばよかったよ。そうだ、先生は映画ってお好きですか？俺ね、映画好きなんだよ。けどね、映画館に行くとさ、金もったいないじゃん。もうね、レンタル待ちが多かったりしてね。あの、君の名はまだ未だに見てないというね。件があるんですよ。明日で急だと思うんですけど、もしよかったら一緒にいかがですか？絶対行く、絶対行く。え、しんさんと一緒に。うん、どうしようか。そこ迷わずにさ、もう絶対 OK だろう。椎名さんのお誘いなら断れないな。もちろんご一緒させてもらうよ。本当ですか？実は友達と行く約束してたんです。絶対行くわ。まあそうでもなきゃ俺を誘う理由なんてないよな。その友達ったら最近彼ができたみたいで連絡もくれないんですよ。まあ女の子はそうなるよな。友情より彼を取るなんて信じられませんよね。男にとって信じられないんだけどね。女の子はね、そういうのよくあるらしいからね。俺はよくわかんないけど。それじゃあ椎名さんにはそういう人っていないんだ。そんな人いませんよ。今は自分のことで精一杯。そんな余裕なんか全然ありませんか。てか、あの、休みの日にさ、アクセサリーいっぱい作っちゃえばいいじゃん。100個くらいさ。彼を作る時間があるなら一つでも多くアクセサリーを作らないと。でもアクセサリー1個作るのに何分くらいかかるんだ。30分で終わるんじゃない。あ、そうだね。椎名さんって付き合ってる人いないんだ。にしては全然そんなことないって、はっきりと否定しなくても。私今日は明日の待ち合わせ
11時に駅前でいいですか？え？ 11 時？いつものあたりにいればいいね。はい、そうしてくだ。それじゃ、ああ、明日楽しみに。映画さんか、完全忘れたわ。あ、最近物騒らしいから気をつけて帰るんだよ。いいな、くそ、彼女欲しいっすわ。相手が彼女だからだろうか、突然の誘いに少なからず心を踊らせるのが確かなことだった。でもな、俺金ないからな。ただ彼女が言ったそんな余裕なんかないという言葉が耳に残る。期待する反面、何かを思って俺を誘ったのか、その本意が全くわからないことが気になっていた。ほら、今日はこんもう10時半だよ。おはようございます。もう10時半です。やば、今日はお布団干そうと思ってたんだから。10時半か、もう一回寝るか。10時半、時間を聞いて慌てて飛び起きる。待ち合わせは11時、今から急ぎはまだ間に合う時間だ。深夜さんに誘われて11時間待ちにしてんだよ。ほら邪魔だからちょっとどいて。アイスちゃんと戸締まり頼んだぞ。それじゃ行ってくる。ごめん、今日は一緒にお買い物。すまんな、もう彼女だろこれ完全に。ふう、なんとか間に合った。あ、ひげも剃ってねえなみたいだね。しかしね、み普段よりだいぶ遅く起きたんだけどな。ここのところ慣れない仕事のせいで疲れが溜まってるのかもな。先生、こっちです。実際仕事して手伝いして、あ、まあでもメールの取り合いはしないか。彼女ができたりしたらさ、 LINE こうやり合わないといけないっていうのはね、ちょっとね、俺めんどくさかったりするんだよな。違うんですよ、私待ち合わせを1時間も。え、それじゃあずっとここで待ってたの？はい、今日のナンパされるぜ。ドキドキしちゃって、昨夜はあまり眠れなかった。ドキドキって、まあ、待てよ、落ち着くんだ俺。私大好きなんです。大好きなの？そんな突拍子もなく突然告白されても、俺にも心の準備というものが。お、俺も好きかな。映画な。先生もですか？ストレス発散できていいですよね、アクションものって。あ、そうだね、ストレスが。で、えだから今日の映画楽しい。あ、アクション映画？あ、だよね、あははは。どうしたんですか？いや、なんでもないよ、なんでも。こんなコテコテなお家に、さすがに、シーナさん。そろそろ行きましょうか。開演。すっごく面白かった。そうだね、まさか銃撃戦の後に格闘系に移るなんて思わなかったよ。うん、完全にマトリックス。もどきを抜く展開なんてカンフーに書いていたんだけど、確かにそうだ。そうそう、打撃で攻めてから締め技で落とすっていう一連の流れがいいですよね。あ、違ったな、マトリックスじゃねえわ。そうだ、今度弟にかけてみよう。何？俺にかけてほしいな。ちょうだい。さてと、これからどうしよっか。どこか行きたいところある？あります。お、なんか張り切ってるな。で、どこ行きたいの？私、一人暮らししてる人の家で前から行ってみたいと思ってたんですよ。あ、まあ、そういうところ結構あるよな、一人暮らしとか。まあ、いろいろしよったら先生の家に連れて行ってください。何？まだまだそんなご冗談を。冗談なんかじゃありません、本気です。マジで？やっちゃうぜ、俺。マジです。みゆきいるけど。マジかよ。まあ、みゆきのおかげで足踏みも足場もないわけっていうところではないけど、高校生の女の子を、はいどうぞって迎え入れるほど片付いてもいないしな。やっぱりダメです。そんな目で見つめてもさ。はあ、見つけるくらいなら大丈夫かな。わかった、いいよ、家に来ても。本当ですか？ただし、何を見ても黙ること。誰かに言っちゃダメだからね。なんかミステリーですね。なんかあったかな。いや、そうじゃないんだけどね。あー、なんかあったか、なんかあったっけ。ここは俺のアパート、ふれあいです。あ、アパートの名前ふれあいなんよ。ふれあいですか。うん、おしゃれやな。そうかな。俺も、そうか、俺は違う気がするんだけど。
で、ここが俺の部屋っと。ちょっと待っててもらえるかな。部屋片付けてくるからさ、はい、どうぞ。あ、ふれあい層か。そうかそうか。さてと、目につくもの片付けないとな。脱ぎつられたパナジマ、自分やった週刊誌をかき集め、とりあえず浴室へと投げ込む。ふぅ、こんなもんか。あ、いかん。これはいかん。いかんのがあるよな、絶対。絶対あるわ。よーし、完璧だろう。お待たせ。それじゃあどうぞ。お邪魔します。女の子が家に来たら絶対、ここが先生の部屋なんです。女の子に見せるようなもんはないんだけどね。そんなことないですよ。キッチンなんかも結構綺麗なんですね。へー、みゆきちゃんって料理できるんですか。羨ましいな。いいよな、作ってもらう人がいたよな。こっちはお風呂ですか。けどな、俺何でもできちゃうから。あ、ダメ、風呂はダメ。いかん、そっちはとても人様に見せれないものが。そっちはダメ、洗濯物とかいろいろあるからさ。いいじゃないですか。いや、俺が気にするから。開けちゃえ。あーっと、ダメだって。彼女の行動を阻止すべく、浴室の扉に立ち上がった。勢い余ってこっちに飛び込んでくる彼女を抑えきれず、俺はもつれるように倒れ込む。何？いい展開じゃないか。大丈夫、シーナさん。すみません。ああ、俺は大丈夫だけど。この感触、そしてこのシチュエーション、まさか。どう、いや、その、胸が。違います。僕はお腹。そう。あ、それはよかった。あ、それはよかった。ということで。本当にごめんなさい。今どきますから。いや、お腹でもいいっすわ。みゆきが来る。シュウペイちゃん。しかも最悪なタイミング、よくあるシチュエーション。おかえりみゆき。違うんだ、これは不可抗力で。何やってんのよ、あんたたち。いや、何もしないって。そうだよ、みゆき。私が余計なことしようとして。いいから。はい、それはなるわ。うわ、いいな。怒ってる。今日は分かった。まったく、純平ちゃんだけの、なんで二人でそんなお約束。ごめんなさい。いいな、俺も約束一回でも したいけどな。喧嘩両成敗ということで、ここは一つ。あのね、元はといえば、普段から整理整頓、こうやっていつ女の子が訪ねてくるかわからないんだから、そういうとこもっとちゃんとしてよね。いや、それは無理っすわ。俺の家相当汚いもん。前から思ってたんだけど、先生とみゆきちゃんってどっちかっていうと仲のいい幼なじみ。実は俺たち。どうしたんだよみゆき。何か悪いもんでも拾い食いしたのか。どういうことやねん。さっき道端にメロンパンが。そんなことあるかい。じゃねえよ。まあ一応血はつながってたんだっけ、こいつら。アイスちゃんもご飯食べてけばいいのに。あ、一応血はつながってないね。親戚の親戚って感じだな。そこまでは悪いよ。まあ俺もね、親戚の親戚やったらね、妹はおるんだけどね。それに一応の夕食は家族で取ることになった。また遊びに来てね。今度は、先生も今日はいる。いやいや、大したおもてなしもできなくて、こんなところでよかったらまた遊びに来てよね。はい、ぜひ。でもな、みゆきが来るからな、ちょっとな、呼べないな。みゆきがね、どっか行ってくれたらね、俺の家に泊まっていけよみたいなね、そんなこと言われるんだよな。みゆき、まだ何も言ってないぞ。わかるよ。でもね、本当の兄弟じゃないからね、こう結ばれる可能性があるというね、気にするなよ。それだけ俺たちの仲がいいってことだろ。あー、腹減った。さっきから腹がグーグーいってんなってんだよ。ほら、飯飯。すぐ兄弟って感じがしないか。なぜ彼女はそんなことを言ったんだろうか。
俺とみゆきのやりとりを見て自然にそう感じたのだろうか。結局その言葉の意味を知ってることはないまま彼女との時間は過ぎ去ってしまった。いや、なんかホラーゲームやりたくなってきたな。このなんかホラーゲームのシミュレーション的なね、シミュレーション的なやつやりたくなってきたな。でもね、次ねやるゲームはね決まってるんだよ。おっと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 、帰りがけになんかありそうだぞ。あったが、授業終わったらさっさと帰るよな、ほんとクソ野郎どもがよ。おおふぅ、俺これからバイトなんだ。続きはまた今度聞かせてよ。おい、虫がついとるぞ、虫が。それじゃ。虫がくっついたな。あ、そろそろ教室閉めるけど。なんか盛り上がってみたいだね。さっきの男の子、シナさんの彼だったりして。え、授業終わったらいきなりなんかナンパ目的みたいなんですよ。そうなんだ。でもシナさんって可愛いから恋とかよくかけられるんじゃない。可愛いかどうかは分かんないんですけど、駅前とか歩いているとよくありますね。いいだ。あれって困りますよね。しつこい人だとずっとついてくるんですよ。まあね、そうなったらうざいな。俺そんなこと一回もないから、人生で一回もないから、人生で一回もないから。教室閉めるんでしたよね。かっこいいから逆なんするみたいなね。さよなら。そもそも人と待ち合わせしないから。ああさよなら。いつものように駅前へ着くと接客中の彼女の姿があった。邪魔をしては悪いと思い離れたところで様子を伺っていると、彼女は相手の言葉に困ったような表情を見せ始めるんだった。男だろどうせ。相手30分ですか。そ、金曜日の夜に欲しいんだけど頼めるかし。そうですね、ピアスとかイヤリングとか手頃なものなら用意できる。できないの。このブローチ気に入ったんだけど残念ね。あーそうよな、ちょっとね短期間作るのは厳しいもんな。でもセンスがあるってことだよな。できます、金曜日までに30分。そう、それはよかった。はい、ありがとうございます。いやきついだろ30個。しなさん、さっきの人とは何を話してたの。30個は厳しいと思うけどな。あ、1個10分で作れるとしたら別にね、その大した時間はね、かからない。1個30分だろ、1時間で6個やろ。1時間で6個、6かける5は5時間でできるということやな。聞いてくださいよ、今お客さんが来て私の気に入ったって言ってくれてすごいですよね。へーへーって棒読みになってるな。でもその数って一人で用意できるの。渡すのっていつ。お渡しする日は今度、まだ丸々4日もありますから、なんとかできると思います。4日、ということは月曜日か。厳しくね。そっか、まあ俺は頑張ってとしか言えないんだけど、頑張ってね。はい、任せてください。先生は大船に乗ったつもり。あ、はあはあ。でも30個ってすごいな。 30×500 円やろ。おお、15,000円。私今日はこれで帰りますね。家でいろいろ準備。それじゃ先生、ま、ああ1万5000円ってなんか微妙だな、ね、材料費とかいろいろ考えたらね。ふふ、あんなにふふって言われ方もなかなかないけどな。シナさんってよっぽど嬉しかったんだろうな。何度か見たことある笑顔、その中でもとびっきりの笑顔でかけていった彼女。俺にもいつかあんな顔ができるだろうか。てか丸々4日って言ってもさ、その間の営業をしないってことだから別にすげえ儲かったっていうわけではないよな。まるまる4日やろ。だって1日10個売れる時もあるんだから、そう考えたらね30個くらいねスン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 やね。未だに夢すら見つからない自分に少々苛立ちを感じ、喜ぶべきか状況を認識つつ、それを手放しで受け入れることもできなかった。うん、30個ってことはまるまる4日で何個作るんだ。まあ1日10個を最大値で売れるとして、だけど70個くらい作らなきゃきつっ。1個10分でもすっげーきついな。ではここまでの